令和元年5月5日岡山シティライトスタジアムにて第33回瀬戸大橋ドリームボールが開催されます。本日は2日目メインイベントになります。手前、岡山大学バジャーズ対甲子大学マリンコーズの一戦が行われます。13時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーブルーのユニフォームが岡山大学バジャーズ。昨シーズンディビジョン2同率5位でした。奥側ホワイトのユニフォームが、甲子大学マリンコーズ。昨シーズン中四国リーグ初優勝、全国大会出場しております。高知大学キックオフ、岡山大学リターンで試合が行われます。